おい、前回ゲームオーバーになってしまったか。正常に終了していない経営ファイルです、データ。いやー、怖いね。今ね、ちょっと動画の入りが悪くて、今ね、ちょっとねって全然話が、今この入りをしたらもう、不正なデータになるんですね。この焼きつくってやつは。確か2、3回は許されるみたいな、そんな、オフィシャルに出そうと思ったら2、3回ぐらい許されるみたいな気がするけど。いやー、ね、動画の冒頭の部分でさ、模式をシリーズのパートなんぼですって言おうと思って、それなんか言いよどんでて、あ、これやめようと思ってもう一回タイトル画面に戻そうとしたらこれですわ。焼きつくのこの厳格さね。模式をシリーズのパート6です。どうもアザラシです。これ言うために不正を叩きつけられてしまった。いやきっちりしてますね。やっていきましょうね。そうは言ってももうあれだね、だから取り直しっていうのができないんだね、焼きつくはね。もう取り始めたらもう戻せない、もう一回ここをやろうかみたいなことはもうできないという、いやー俺向きの実況だな。肩の力は伸びる。もうね、何回か取り直しなんてできないよね。面白いシーンを撮ろうと思って、そのために何回か取り直しするだなんて、そんなことはもう許されない。そんなことはもうできない。こん中だったらね、このピッチャーが中継ぎでいいね。こいつは先発タイプでしょ。ね、CS だし。ね、こんな感じですね。立山中継ぎ、いいよね。うまいわ。まあ。つい見てしまった。清宮、どうでしょう。前回の動画からこの間、特に清宮に動きは特になしっていうことですね。特になし。だけど、一応動画はまだ用意してきた。これはまた試合の間とか、合間で見せていこう。いや、試合の合間？むしろ今見せた方がいいんじゃないか。ですね、清宮動画見つけてきました。はい、見つけてきました。まあ、ですね、2月19日の、紅白戦のね、動画がありましたので、こちらの方を、初めに見せていこう。2月20日、今日のやつは、試合に出てなかったみたいなんで、昨日のやつで。一応ね、ファイターズ、沖縄に戻ってきておりますけどね。ファイターズ、清宮ね、国神で行われた1軍2軍合同の紅白戦やってる。注目の清宮は打席には入らず、一塁の守備のみの特別ルールでスタメン出場。ゴロをさばく機会はなかったものの、大きな開脚で捕球するなど、すごいよな、この開脚ぶり。柔らかいな。柔軟性あるんですね。投手陣でということです。はい。これぐらいしか清宮で伝えることがないです。あとちょっとずつはバッティング練習もできるようになってるかなっていうぐらいでね、特に話せることがなしというね、悲しい。だから残念ながらそんなもんということでね。なんでこれ、体力にしたんだろう。もう体力伸びる余地ないよ、このピッチャー。トドン、トントドン。まあこんなもんですわな。まあね、今ね、特に焼きつくの方もあんまりこう、ああ、奈良原、あ、2週間かよかった。奈良原死んだらもうことだぞ、これは。事件だよ。奈良原死んだらもう事件だよ。奈良原殺人事件だよ。金子誠をショートできるな。いでも出すんだっけ？トレードの内容もあんま覚えてないんだけど。あんま覚えてないんだけど。いやー、バンドいいなぁ。絶対30本ぐらい打つわ、これ。あれ、上田と井出出すつもりなんか、俺。うわぁ。思い切ったトレードしてるな。やっぱり。やっぱ思い切ったトレードだな。今ので、多分ね、今、奈良原が抜き、まあ、いいか、2週間ぐらいいいか。いきます。進みましょう。どうせまた試合の中でぐっちゃべりながらやるんだよ。っていうことでね。ということでやっていきましょう。とりあえず試合を見ていきましょう。岩本。ガンちゃんの活躍はシーズンに入ってから。今はひたすら使っていく。ねえ、一人抜けたらもうオーダーがガラッと変わっちゃってさってなっちゃうわけだ。もうショート田中健介が出るわけだな。まあいいでしょう、キャンプだから。キャンプ中だからいいでしょう。まだこのところ、この頃ショート、田中健介はショート適正しかないから C なん、ショートが C のみなんですね。ねえ。
野手少な3人しかいない、3人しかいないけども、もう三塁噂は仕方ないんだよね。三塁手登録しちゃったからね。 DC だよ。まあ、この打順試してみるか。試してみるけど、一応清宮を4番に置いて、出塁率がそんなでもない金子誠、金子誠を1番に置く。このサックス西浦だったら、小笠原きついな。石本いいね。こう見ると田中健介よりも全然いいな。9番で使うの打者か、1番で使っていいぐらい。足の速さ考えたらね、足の速さ考えたら1番を1番を石本で言っていいぐらいだよ。これまあいいか。奈良から帰ってきてからもう一回考えます。うわ、川上健信じゃねえか。うっす、川上健信の川上健信じゃないですか。試合に入って今6分24秒経過している。これからどれくらいの時間になるかわからんな。あのね、ファイターズの情報そう言うほどには、まあ紅白戦とかね、対外試合とかも合ってるから。うお、小笠原の守備合ってるからね、まあ、語ることはなくな、なショートの守備もう1点失ってる。金村さんとるが、いや、いいね。金子誠が出塁した。井出のバッティングを見ていこう。山崎武史、この時代立浪とかいるよね。まだとかやね。中村武史がキャッチャーなんですね。このだから中日のキャッチャーといえばさ、谷繁っていうイメージがなんかもうすっかり定着してるけどさ、まだ谷繁がベイスターズにいる頃だからさ、正捕手が中村武史なんですね。で、中村武史ってベイスターズにトレードされたんだっけ？人的保障で行ったのかな？おい、バントぐらい攻めて、小笠原に任せよう、すべてを。ゴメス、レオゴメス。きついな。初回から清宮に回るかと思ったら、そんなことは。ない。なくはない。一応、一人ランナー出てるから清宮に回るんだ。お？いやんじゃねえよ。いやー、渋いラインの一番席変わるに出てとかって歌うんでしょ、中日ファンは。福留から、福留が DH で、守備がいまいちだから。ショートね、ショートなんだ、この頃の福留はね。だからね、ショートストップ、くじがいるからさ、くじの方が断然守備がいいから、それはショートで比べたら、福留が、DH になるわなっていうね。まあでも福留は外野に行ってから名手みたいになったよね。名手呼ばれるようになったよね。お、川上健信さすがにやるな。この猛打爆発のね、我がビッグバン打線を擁する日ハムがコテンパンに打たれてる。喋りがさ、うえ、ホームラン打たれた、誰に打たれた、見てなかった、しっかり。立浪、これこの程度のピッチングじゃないだろ、金村悟は。この焼きつくというゲームにあって、金村悟はかなり優遇されてるんだぞ。かなり、それはもうかなり優遇されてる方だよ。フォークもマックスまでなる勢いのピッチャーだからね。しかも9位もあるし、石本の現在の足では中村武史に3投で勝負して勝てるような気はあんまりしないね。普通に勝負していく。この価格ですでに見させてほしいよな。で、これ、牽制ルでしょ。牽制ルと、ほら、カメラの視点が変わっちゃうんだよ。ダメだ。足止まってるもん、ほら、ここ。だっ
ったらセンターの深いところにあるんだから、石本の足ならセカンドについておいてタッチアップすりゃ次のライが狙えるぞっていうようなことをね言っていきたい大島康則に言っていきたい、監督に、この現時点で監督に。でもね、多分今作戦はあれか、好きに出していいようにしてるのか。ダメ、ファール。どうしようかな、走らして、次の回を入れからスタートにするか。清宮の前にランナー貯めとこう。そういう作戦でやっていく。ああ、これはもうね、出し方ない。打順調整の盗塁と言っておこう。ちょっとあと、まあ、石本勉の足では、中村武には勝てないというのの調査ですね。現地調査。よ、今、田中健介、いい守備した。いい守備しましたね。うん。二ついい守備が飛び出た。よし。さあ、いいで、出現。出塁してくれ。出現って言ったな。出塁してくれ。頼むぞ。動画的に頼むぞ。動画的に頼む。後ろから見えるね、あのカメラを自由に選ばせてほしいんだよな。それができたら、もっともっといいんだけどね。そればっかりは、なんともできない。これ一球見ていこう。一球見ていこう。手出していく。絶対振るな。一球見ていこう。よーし、よし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 。盗塁しよう。勝ちに行く。いやー、こんだけ口出しできるとね、焼きつく勝率上がるんじゃねえのっていう気がするね。こんだけ口出しできると。さあ、小笠原。ガッツ小笠原。今や、ガッツは中日のもんだけどな。巨人小笠原、日ハム小笠原から巨人小笠原を経て中日小笠原になって、今2軍の監督とかやってるよな。中日に FA で、あれ、巨人から FA で中日行ったわけじゃないんだよね、多分。戦力外的なあれだよな。中日行った経緯をいまいち覚えてないけど。犠牲フライにはならんか。センター、浅いわ。うん。でもそのね、今もしっかりヒゲた加えて、中日岡さんのママに合ってるからね。ママに合ってる。さあ、清宮だ。さあ、清宮だ。頼むぞ。ここで打点上げてほしいな。また牽制入れたし。今、もうこれでもいいや。後ろじゃダメだな、やっぱな。後ろじゃダメだな。やかましいわっていう。興奮しすぎ。ミニ球場戻ってベンチ行ったら。あ、これだ。これできるね。いじれる。これで長打狙いだ。よし。これでいこう。ミニ球場行ってベンチやるとカメラ変えられました。ですね。この位置、これで見たい。ファール。残念。なんだからミニ球場行ってベンチ。ちょっと待って。ミニ球場行ってベンチ。よし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 。よし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 。あー楽しんでるね。野球つくは面白いね。ただ見てるだけだけど面白いね。ただ見てるじゃない。口出してるか。おバンドが三塁で打ったぞ。おー、1点返した。ナイスおバンド。おバンド。まあいいや。なんか、おバンドみたいな感じの作品かドラマかなんか最近そんなタイトル見てる気がしたんだけど。気のせいか。田中健介さ、バンド？いい守備じゃねえよ。いい守備の乱れ。おぉ、ギリギリ。田中健介の足でも中村、たけしにはセカンドまでの盗塁なら野口がいまいちだな。もうちょっと打てていいんだけどな。石本この年の石本すげえな。3割4分打って2本もホームラン打って、まあ、20盗塁しかしてないけど、もう1個バントしとこう。3投しても全然3投じゃねえわ。3塁のバントしても普通にセーフティー決まるレベルの走力はある。バントがうまかったかどうかはあまり覚えてない。ポポン、ピポン。
もう中日とだ、中日と、中日との試合なんておそらくこの清宮シリーズラストになるからね。こんなの。そうそうは見られんから。おー、そのシーズン始まってしまったら交流戦というものがないからね。だから中日のラインナップとかその辺、しっかり見ていってもいいよね。ステガル。立浪守備の乱れが出てるね。洗い場時代じゃないからね。洗い場時代じゃないって言っても、井端はもうこの時点で入団してんじゃなかったかな。お？いいですね。逆転見えてきたんじゃないですか。立浪がセカンドにいるじゃない。で、まあ、セカンド立浪、ショート久慈という時代だけども、この後に洗い場全盛期が来るわけだ。中日の黄金時代はこのちょっと後なんだっていう感じだな。洗い場、井端も入団してるんだよな。この野球つくのデータ内ではね。井端っていうデータ見ると、まあ、特にそんなにすごい選手。おぉ？おぉ？淡々と点を入れていっている。俺が今、洗い場について調べた。荒木がまだこの時点では焼き付くのデータ内に登場してないっていうことを言いたかっただけなんですよ。おー、いいですね。まだお膳立て、1打点上げるチャンス。清宮分かっているな。ミニ球場ベンチ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 。おかしいな。ミニ球場ベンチだっつってんだ。ミニ球場ベンチ。ミニ球場ベンチ。あれ？もう川上健志の顔を。おかしいな。これから清宮が、これから清宮が一発打つんだっつってんのに。これから打つんだっつ。だっ。だっ。ダメだ。これから清宮が打つんだっつってんのに。この年の川上健志で打率4割4分4厘なんだね。大したことないな。大したことないな。1打点上げろよ、清宮。頼むぞ。頼むぞ。動画的に頼むぞ。動画的に頼むぞ。清宮、全打席凡退というか、動画的にその、サムネにする場面がなくなっちゃうから頼むぞ。三振動画的に。楽しいね。焼きつく楽しいね。いいだけ、ね、自分のプレイじゃないからもう、ヤジも飛ばしちゃってるよ。野球じゃないけどさ、現実問題でさ、清宮で全然試合出てないわけじゃない？4番で、こうやって、もう四季をシリーズ4番だっつってやってるけどさ、多分シーズン始まったら清宮4番で使われることってなんか多分ないんだよ。近藤がキャッチャーとかで今なんか出場したりして、で、まあ、DH の枠は開けようとしてる感じはしてるんだけど、まあ、まあ、中田翔のファーストはおそらく揺るがないしさ、多分中田翔今季、まあ、ハムの味方としてはあれだったろうね。FA で出て欲しかっただろうね。多少ね。多少出て欲しかっただろう。まあまあ、それはまあいいとして、もう中田翔がいるから、あれ？刺された。中田翔がいるから、まあ、清宮がファーストで出るのは難しいよ。守備と打力考えたらやっぱプロ何年目っつうか、まあ、中田翔もポテンシャル怪物だからさ、その選手の何年後のね、状態のやつと、清宮の1年目っつったらやっぱさ、うえぇ、追いすがれた。金村。お、立浪のバッティングを見とこう。この顔ひどいよな。これ素晴らしい画像みたいになっちゃう。素晴らしい絵になっちゃう。3D グラフィックス。ウィー、打たれた。おぼ、安藤の守備では。いやいや、素晴らしいバッティング。ね、立浪先生の素晴らしいバッティングね。存分に。福留なんてまだそうか、現役じゃん。すごいね。福留現役じゃん。この年もすごいね。打率により842で16本で52打点か。焼き作る中で、数少ない現役の選手だよね。多分、日ハムもいないよ、現役の選手。ペラ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 いないペラ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 ペ
だけど中日はいるんだね、福留が。井口が唯一かなと思ったんだけど、去年引退した日ハム福留がいるんだ。へー、福留がいる。そうだね、荒木はいないんだけど福留はいる。うん、あと中日の岩瀬もいましたすごいな、中日の寿命はすごいな。ちょっと岩瀬のピッチング見ますか。岩瀬似てるよね、この時点でね。何年前の岩瀬の映像を元に作ってんだって話だね。あとはいないかな。いない、多分あとはいない。現役選手ね。だからもうこの時点で若くないとダメなんだ。このゲーム内で福留は何歳かっていうと、福留何歳かって23だね。もう23じゃん、でも。ちなみに岩瀬は26です。26の岩瀬です。多少飛ばしていこう、ダモンだからねあ、だ岩瀬と福留がいるんだね。すごいな、すごいな。ちなみに金鉄さんもいないです。坂口がいるんだけどね。野球つくないではまだ出てないって感じ。いないんだね。あー、ちょっと待ってー、うー、終わっちゃったもう見どころなしだよ。最終回のあの逆転劇を見ようか。福留が一人でも出したらピッチャーがよ、一人でも出したらピッチャーがよ、一人でも出したらピッチャーがよ、一人でも出したらっていうか、もうホームラン打たれるのは最悪だ。入ったばっかりのもん、いや、まあミラバルだな。幸いミラバル。原田が良さそうだな、なんとなく。ようやくって言われたらな。日ハム的には金子誠が一番超寿命かな、この中では。ロッテは、ロッテ福浦がいるわ。福浦現役だった、まだ25だけどな。福浦と、そんなもんかな。福浦ぐらいだな。お、福留オリックスはいないね。イチローがいるか。イチローだね。ピッチャーはいない、巨人は、あ、巨人上原がいるわ。上原現役だよね、まだ。上原と、それぐらいかな。横浜は三浦大輔が引退してるからもうほぼほぼいないし、田村ってもう引退したんかな。ヤクルトもいないかな、多分。岩村も引退したしなっていう。稲葉とか、ここランナー出すようだったら変えるよ。変えます。あれ、原田もいまいちだな。選手交代、原田からミラバ、左にしたいな。左、一応このピッチャー試してみよう。ブン・シゲピツピッチャー、え、なんて言った、今なんて言った。フォーム普通だな、普通のオーバースローだな。だ、特殊なモーションとかあったりするんですよ、その焼きつく。ピッチャーによって変な投げ方するみたいな。そういうのではなかった。残念。あ、そうか、藤川とかいるね。タイガースだった。まあ、そういうことはあれだ。松坂大輔とかさ。
松坂大輔とか。松井和夫まだ引退しないんだっけ。おい、もう夜になっちゃって。落合家氏。頼むぞ、西浦。まあ、最終回、ゆっくり見に行こうか。はい、投げて。さっさと投げて。まあね、こうやってこの中日のピッチャー、ピッチャーとか野手とかもそうだけどさ、見れる数少ない。うわぁ、いい守備。ゴメスじゃなかったの、誰だったんだろう。あれ、神野か神野かそういう名前の選手だ。全然現役の頃も知らない。代打出した方がいいか。代打。代打な、出しても森本ぐらいのもんだ。森本が上田だな。まあでも出しとくか、上田。いや、このままの方がいいな。終わっちゃう。終わっちゃう。スプリットフィンガー。スプリットフィンガーなんて言ってるけど。ねえ。お？お？スプリットフィンガーなんて、今もスプリットって言うよね。スプリットって言うよね。金、金じゃねえや。なんだっけ。田中のマー君がさ、わちゃわちゃしてる。選手変えたいんだけど。選手変えたいんだけど、野口結構足早いんだよな。まあ、森本に変えておくか。一応。石本、前田幸永。とか出てくるわけですね。前田幸永なんで、なかなか中日ファンから、中日ファン並びに巨人ファンからしたら、名前的には。おい、じゃあ、ザスだ、ダメか。で前田幸永って言ったら、スーパークイックモーションなんつってさ、めちゃくちゃ速いそのモーションで投げれるっていうのもあるんだけど、この野球族的にはナックル持ってる数少ないピッチャーの一人なんですね。ナックルも投げれるっていう。器用貧乏な感じのピッチャーって。まあ、アンチ G 党だからね。アンチ巨人だから。巨人に行っただけで前田幸永の評価下がるよね。自分の中ではね。あのまま中心に続けたらもうちょっと大事に使われたんじゃねえかなっていう、もうちょっと言わせ的なポジションになったんじゃねえかなって気がするんだけど、まあそんなことはあんまり選手は考えないんだろうね。そんな、そうなるとも限らんしね、環境変えたり、まああとは巨人軍でやってみるっていう、まあ一つなんかこう、よらば大事じゃないけどさ、野球ファンとしては、野球選手としては一度そういうところに行ってみたいっていう思惑とかあったりするのかもしれないが、なんとも言えないけども、まあね、前田幸永とかも結構本当ね、いいピッチャーになったかもしれない。ゲレールとかもさ、そう、中日で言えばゲレールとかって放出してるわけよね。ゲレール放出して、ゲレール放出してるわけだ。うん、それで、でも巨人入ってるよ。キャッチャー取れるな。誰？ユ・ショウソウか。打撃が取れる、29歳。契約金15万円持ってないから出せないけど。ということで、こんな感じです。ね、28分しゃべくり倒しましたけど、まあ、試合的には中日に負けてしまうという、まあ、情けない感じでしたけどね。前回のシリーズ、カープでのシリーズはね、バンチにコテンパンしてられたけど、今回は川上憲伸に軽くひねられるというね、中日と相性悪いな。ということで、まだまた、また1週間後ぐらいかな。ね、3月2週後半で、あとまた、あと4回分。したら開幕するんだけど、ね、あと4週間で開幕するわけないからね、プロ野球がね、まあ、4週間くらい、まあ、1週間に1本ぐらいのペースでね、これ、焼きつく以外に上げてる動画がいまいちピリッと来てないけども、まあ、お待ちくださいなということでね。まあ、そういうことです。しまらんな。しまらんから、これや、取り直しをしようかとかって、取り直しをしようとすると、あれなんだね。まだ不正なデータみたいになっちゃうからね。野球作る時にもう誰とも対戦するわけじゃないんだけど、なんかそう不正って言われると嫌だよね。だからそこはきっちりやっていきます。ほら、パート7かな、次ね。パート7でまた、もう四季をシリーズパート7とかなるんだね。パート7でお会いしましょう。ほんなまた。